それでは続きまして、セミファイナルで勝利しました原口健人選手のインタビューに入らさせていただきます。まず試合が終わっての率直な感想からお願いいたします。はい、皆さん応援ありがとうございました。そうですね、試合後はなんか嬉しさがまだ今来てないんで、まあ明日多分会見した時にやっと来るかなって感じなんですけど、正直ちょっとなんか寂しいですね。なんか今まで追ってきた人を超えるとちょっと寂しい部分もあるし、次からどうしようかなって思いもあるんですけど、まあでもやっとこれでこう気持ちよく世界で戦えるんで、まあ無事やれたことも良かったし、勝ったことも良かったですね。はい、はい、そしてその戦いました白鳥選手の印象を、試合終わって、あ、試合をしてみて印象を教えてください。そうですね、まあ、試合終わった後に相手に行かせてもらって、まあ、お互い同じことを思ったんですけど、なんかこの2人の空間のこの間になんか見えない壁というか、なんか入ったら跳ね返されるような壁が見えたみたいな2人で話してたんですけど、うん、やっぱりなんか初めてセコンドの声を無視したというか、うん、全部聞こえてたし、向こうも聞こえてるけど入れへんかったっていう感じだったんで、やっぱりこう、なんて言うんですかね、まあなんか味わったことない緊張感というか、まあ、1個ミスったらいかれだろうなっていう感じでしたね、うん、やっぱりそこはお互い多分さすがやなと思ってるし、思ってくれてると思ってます、はい。それで勝利となった、勝因というかポイントは自分の中で何がと思いますか。やっぱ回転蹴りですかね、ずっと後ろ回しでやってたんで、うん、あれ打ててダウンを取れたし、後ろ蹴りもめちゃくちゃ効いてくれたんで、あそこからちょっと流れが変わったかなって感じですね。であとハイキック、サンスポーでの右ハイキック、これめちゃめちゃ練習してて当たったんで、うん、ゴングなかったら正直倒しましたね。まあ、ちょっとそこは食い残るけど、まあ、そこはやっぱり白鳥君の男気にやられたというか、うん、さすがやなと思いましたね。それでは、まあ、改めてこの試合終わって、じゃあまあ次の試合という形もありますけど、今後の目標等を教えてください。そうですね、やっとこう世界と自信持って戦えるんで、うん、次はグローリーのペットとやりたいですね。こう今の自分やったらいけるんちゃうかなと思う部分もあるんで、まあその白鳥君の思いも背負って、ライズの思いも背負って、しっかりと楽しみに行こうかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。他ご質問ありましたらお願いします。その後ろ蹴り投手の足蹴りなんですけども、なぜその技を今回選択されるんですか。どういう理由なんですか。いや、なんかあんまり回転系とか慣れてないのかなと感じただけですね。ほんま勘ですかね、うん、特に、うん、ただ自分がやりたかったっていうだけです。逆にこの対決で後ろ回しとかでダウン取れたらめっちゃかっこいいんちゃうって思っただけなんでそれが入ってめちゃくちゃびっくりしてます自分で。だから特にやりたかったからやったって感じですね、はい。あと今日パンチがいつもより かなり大分のように見えたんですけど。そうですね、これ結構言われるんですけど、これも作戦通りで、まあ、あえてめちゃめちゃ大振り振って何合わせてくるかとか、どんだけ反応がいいかとか、まあ、みんなで一回確認しようぜっていうことで、まあ、大きく振って、案外こう避けるだけ避けて何も変えてこなかったんで、もうちょっと一回やめようかなって感じですね。だからまあ言わんかったら分からないと思いますけど、あえて頭下げたし、頭下げるところ狙ってると思ったんですよ。それもだからしっかり頭下げたろうと思って行きました。うん、全然あれも作戦通りです、はい。そんなこう試すほど余裕があったってことなんですね。そうですね、まあ、自分でもびっくりします。でも何やろ、それぐらいやっぱサービスつけないとダメかなっていう。やっぱ天心君とかって誰が相手でもすげえことするし、どこの舞台でもすげえことするんで、やっぱ俺も天心君に近づきたいし、いなくなってから僕が引っ張っていこうと思ってるんで、やっぱりそういう白鳥君相手に試せたのはやっぱめちゃめちゃ大きいですかね。ちなみに今日はプレーで曇って泣いたならなかったんですか。いや、そうですね、今日はもうなんか何やろ、結構みんながこう気遣って話しかけてくれたりとかもあったし、だから自分も何やろ、嫌やったけど楽しみもやっぱあった部分もあるんで、なんか複雑な気持ちでしたね、うん。まあでも不安もめちゃめちゃありましたし、
そう、ここは大丈夫でしたね。1回切りなんで、あの前の時はワンでやったからね、嫌な試合2回続くから最悪ですよな。はい、ありがとうございます。他がございます。じゃあお願いします。はい、じゃあ橋本さんお願いします。すみません、その、バックキック、バックスピンっていうのは、序盤、腹に振っといてダウン取るのは上とか考えたことありますか？あ、そう、それもちろん上振ったら下、下振ったら上、まんまと入ってくれたんでめちゃくちゃ作戦通りですね。まあ、あれでもペットにも使えるかなと思って、まあ、ペットで付けて練習した技なんで、うん、それが先に体重くんってやっちゃったから、まあ、ペットもサンスポーやし、体重くんもサンスポーなんで同じ感じで、はい、試したって感じですね。ハイキックの、振り返りざまっていうのもあったと思うんですけど、はい、あのパターンも、ね、練習してた。あ、そうです、全部ハイキック。だからサウスポーで右ハイキック蹴る人あんまりいないじゃないですか。一瞬で足入れ替えて、それ僕の強みかなって感じですね。全く力入れてないですけど、こう足上げて太一君がこう迎えに来てくれたんで作戦通りかなって感じです。あとは改めて終わってみて、やっぱり白鳥選手というのは特別な相手でしたか？そうですね、うん、やっぱりなんか煽りとか見てやっぱりこう運命感じたし、なんか自分で感動しちゃったっすね。2人ともすげえなと思って、うん、俺もすごいし向こうもすごいし、うん、やっぱりこう運命ですし、やっぱでもやれてよかったっすね。正直な感想、負けても多分やれてよかったと思うし、なんかめっちゃやっとなんかすっきりしたっすね。はい、はい、他ございますか？大丈夫ですか？はい、じゃあ大丈夫ですね。はい、ではありがとうございます。では原口選手のインタビューを終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。